めといて、構えるの早い。リリリ、はい。はい。はい。え？はい。え？なんやこの銃。左振ってきてる。止めて。はい。うまっ。終わったと。ウィス、どうも皆さんお疲れ様です。カルミアです。ということで今回もコールオブデューティーウォーゾの動画やっていきたいと思います。よろしくお願いします。ということで今回使ってきた武器は完全にネタ武器です。それがね、こちらのラストシーズンで追加された新武器の EX1 になります。この EX1 ね、フルオートのレーザー銃なんですけども、このバレル、チャージアンプっていうのをつけることによって、スナイパーコンバージョンをチャージということで、スナイパーライフルになります。で、今回の動画では、このカスタムでね、スナイパーとして使ってきたんですけども、なかなかデメリットが多くて、まず赤点が出ます。次に、このチャージアンプ。チャージをしないと最大威力が発揮されないので、スナイパーでね、見つけて構えて撃つっていうのがすぐできないんですよね。チャージして、敵にエイムを合わせて撃つというね、ワンテンポ遅れる感じになるので、普通のね、スナイパーを使うより結構大変ですね。ただね、ラストシーズンに追加された新武器ということでね、せっかくなんでね、この武器で任務完了したいと思って、使ってみました。正直使い勝手はね、かなり難しくて、この武器をちゃんとね、このカスタムで使い始めてから多分15試合ぐらいは、プレイしたと思います。やっとね、任務完了できましたので、ぜひね、最後まで見ていただけたら嬉しいです。で、サブの SMG も新武器の RA を使っております。で、今回ね、ラッシュクランの読みと一緒にね、デュオモード行ってきましたので、今回はバレルをラピッド11にして38ラウンドマガジンのこのカスタムでプレイしてきました。そしてこの動画良かったよとかね、ナイス任務完了と思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。ということで動画の方へどうぞ。ですね。上了解。やりやってね。上がってみようかな。行ってるか。おるー。イエーイ。イエーイ。え、終了？終わった。やば。タイミング良すぎやろ俺ら。取れた？上です。あれで頭じゃないのか。ファイトビスター、これなんやこれ。いやこれ距離の問題かな。死なねえ頭やってんのに。2発目撃っても弱すぎる火力が。敵がエリア内に降下している。上空を警戒しろ。あー最悪。前線に戻れ。だが負けたら終わり。まだ戦えることを証明。あれ何メートルからワンパンするんだろうな。降りたんだ。ナイス。今走ってんの見えたな。近くに奇妙な仕掛けがある。探し出してくれ。おいしそう。え、近くに。
正面もすごいですか、SR の音。あれはもう割れてる。です。出しますよ。うん。4500円で、あ。入った。ゴーソーおじさん。顔全然出さん。こっちめっちゃ飛んでってる。そっか、俺めっちゃバレやすいキャラなんか。ダウン。です。あ、回ったそれ。パーフェクト。え、なんかめっちゃいるぞ。あれ？ダウン。一枚かく。おお。気持ちよすぎる。今の。物資拾いてー。行きますよ。正面車、うん、ショップ多分到着。壊れた。お金落としとける？あ、大丈夫。壊れたけど詰めとくか。上上がったな、これ。待つ、待ってやべえ、グラ当たった俺。やりやり、ナイス。上上がって屋根かと思ったら、まさかここやったか。お、オッケー。手前だね。ブレすぎて、タイプ10。ウェブかを、こう入り組んでるから。あぶねー。ナイス、どこじゃん、そいつ。なんか走ってきた。この UAV はでかいぞ。走って、え、ここでゴール隊ゴーストっすか。1、2、3。これもゴーストにしときます。オッケー。今分かってるからな、こっちは。言いますこれ。あ、待って、こっち撃ってきてね。やばいやばい、拾えるか。やばい、重なってる。え、オッケー、拾えた。刀刀いらない。こんなレーザー未来武器使ってんのに急に刀。レーザーと刀。いや、これもう前行くしかねえな。危ない。こんな真ん中にいてよく撃たれないね。それかけれたわ。やべ、スタンクか。ナイス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 。ちょっと俺回るっすよ。いや、あと一人だね。そういうこと。もう俺 SR でファイヤー。ナイス。危ねえ。